よし。よしよし。やれやれやれ。今日は2018年7月20日12時16分ですね。沖電機の本店前の抗議行動です。周辺の地域の皆さん、ご通行中の皆さんに訴えています。私はここ郵便局の建物の上階にあります沖電機工業株式会社を今から37年ほど前、会社の中で起きました差別やいじめの人権侵害事件、これらを批判しておりましたがために不当解雇され、以来戦いを続けております田中哲郎と申します。毎日沖電機八王子工場の門前で抗議行動を続ける一方、毎月1回ここ沖電機の本店の前に抗議行動を行っております。私の戦いの目的は沖電機だけではありません。日本の大企業の金儲け主義、金儲けのためには何をやってもいいんだという考え方に基づいて、政治家や役人たちを自分たちの味方につけて、そして政治家や役人たちは一般国民のためではなく、大企業にとって都合の良い政治や行政を行う。その役人の中には警察すらも含まれている。6月の二十何日かに株主総会がありましたけれども、必ず株主総会には警察官が私服で臨席している。今集中日が若干分散されましたけれども、もっと集中している頃には都内だけで3000人の警察官が株主総会の集中日に動員されたと言われています。今も1000人を超える警察官が株主総会に税金を使って参加している。その目的は一体何なのか。3000人ですよ。警察の言い分は総会や対策だと言っています。しかし日本には総会やというものはもうすでに存在しない。存在して株主総会に出席したとしても警察が介入するような事案ではない、そう言われています。にもかかわらずなぜ株主総会に警察がかくも多く出席するのか。結果は企業にとって批判的な物言う株主を警察が用心棒となって威嚇しているという現状であります。私服で警官が株主総会に出席するなどという国は先進国の中では日本だけです。しかしこういうことがまかり通ってる。そして日常的には労働運動を弾圧する。社長の家のそばでは抗議行動を行ってはいけないなどという法律を政治家たちが作る。そして一般の人たちは自分が困った時には警察に駆け込めば必ず警察官は自分を守ってくれると信じている。しかし果たしてそうなのか。自分に害を及ぼした人間がどういう人間かによって警察の対応は変わってきます。
警察と関わりのある大企業の偉いやつの子供だったとか、警察が利権を得ているパチンコ業界と絡んでいるやつだったとか、そういういろいろな理由で、まあ聞いた話によると警察の偉いやつがその事件の相手だと、まず警察は動かない、そういういわゆる正義感というものが警察に欠落している。これはまさに警察と企業とが密着に癒着している現状の言われであります。もうだいぶ前になりますけども、私が沖電機の株主総会で質問を続けていて、会社側がまともに答弁しない、ちゃんと私の質問に答えろと要求し続けていたら、議長は私に退場命令を出して力ずくで私を排除した、暴力排除です。そのことを裁判で起こすから警察に行って、なぜあの時に警察官は、私が警察官がいるんだったらこの暴力を止めろと言ったのに誰も出てこなかったのか、そう追及しました。この近所の愛宕署ですよ、愛宕署から警察官が臨席しているということを分かっている。ところが愛宕署の警察官はどう言ったか、あの時はいろいろな会社の株主総会を回っておりまして、自分のところの署員は事件の当時おりませんでしたという嘘を対応に入った警部補が言うわけです。明らかに嘘ですよ。ところが裁判になって、そんなことはねえだろうというふうに追及していくと、しぶしぶいたことは認めるけども、しかし沖電機の行った対応が違法ではなかったので止めませんでしたということがゴロゴロ変わるわけです。そしてこの裁判に出た警察官に私自身が尋問して、あなたはこの日が株主総会の集中日だったということを知っていますかと聞いたんですよ。知りませんでしたって言うんだよね。知らないで株主総会の集中日に警察官が沖電機という会社の中に動員をされて出かけていって、株主総会という集中日だからみんながあちこち回らなければいけなかった、そういう事実という、会社警察側が主張している事実すらも辻褄が合わないようなことを平気で言う、事実と違うことを法廷で言えばこれは本来は罰せられるはずですよ。その話を聞いている裁判官も、あなた本当に知らなかったの、聞き直さなきゃいけないですよね。しかし残念ながら今の役人、裁判官も含めてですよ、大企業の味方なんです。まあ裁判官の言い訳としては、そんなことはどうでもいい小さな嘘だから、多少警察官が嘘を言ったとしてもう自分がわざわざそれを咎めることがない、そういう言い分ですかね。しかしこれがですよ、今の日本の司法の現実です。事件の現場にいながらいなかったと嘘をつく、その日の株主総会が集中日であったかという質問に対して、株主総会の集中日だったかどうかというのは私の株主総会の中での質問に大きな影響を与えるわけです。なぜわざわざ沖電機は株主総会の集中日にやるんだ、一般株主が参加できないではないかという質問をする。そのように事件と重要な関わりのある問題についても、警察官はその日が株主総会の集中日であることを知らなかったなどという嘘をついて、そして裁判官がそれを咎めない、全く事実は何かということを確かめようとする姿勢というものが日本の司法の中にはないということをこれ物語っているわけです。私は37年間沖電機八王子購入所の門の前で、企業の中の人権侵害を改めさせる、そして企業の金儲け主義が政治家や役人たちの心を正義感から遠ざけている事実を改めさせるんだという演説を毎日やっています。たまたま今から10日ぐらい前に私の友達が職質を受けて近所の公園の前で警察から捕まえられていた。で4人ぐらいで取り囲んでいるから何だって話聞いたら、ポケットの中のものを全部見せると警官が言うから拒否したんだ。こんな権利は警察官にはないですよ。明らかに犯罪を犯した
ように見える手に血のついたナイフを持って走っている人間とか、どう見てもこれは犯罪を犯しそうだとかいう機関銃を持ってるとかね、そういう人間ならともかく、そうではない人間に職質もすること自体は違法ではないとして、ポケットの中のものを全部出してみせろなんていうこと、これは違法なんですよ。そんな権限はない。警察官は警察法及び警察官職務執行法に基づいて最低限度の権限を国民に対して執行しなければいけない、いやしくもその権限の乱用をしてはいけない、そう警察官職務執行法に書いてあるわけです。ところが現実の警官というのはちょっと自分がガン飛ばされたように感じて不快な思いをした、その相手に対して必要もないような身体検査までやろうとするような現実があるわけです。で、私はその現場に行ってしばらくやり取りして、結局はその私の友達は解放されましたけど、その何日か後ですよ、私の門前に警察官がやってきて、今110番通報の方があって、あんたがやってることがうるさいと言ってる、やめてくれって言うんですよね。そしてついでに言ったことが、あんたはここにあった会社の中で悪いことしたからクビになったんだろうという、これはまた、でも今思い出してみると、その警官というのはもう白髪頭の警官で、ちょうどその僕、私の友達が捕まって職質してた時にも中に混じっていた警官ですよ。当然37年間私は同じことをやっていますから、地元の警官で私が何をやっているか知っているはずなのにもかかわらず、あんたはあんたの身分証明書を出せ、免許証だというわけですね。それで、まあ、私がこう並べている、さっき写しましたこの看板、まあ、スマホで撮ってるわけです。別にそれはいいんですけどね。そして私はこれは記録した方がいいと思ったからカメラを持ち出して撮影を始めました。あんたさっき私に何て言った、あんた会社の中で悪いことしたからクビになったんだろうって言っただろう。その警官は何て言うか、そんなことは言っていない、嘘を言うんだよね。さっき言ったことを言わないと嘘をつく。嘘は泥棒の始まりと言いますが、今は泥棒の方が警察官よりも正直です。私は警官とやりたい会うためにこの話をします。そしてあんた何のためにこれやってんだって、私が追及していくと、もう自分じゃ手に負えないと思って応援を呼ぶ。で、応援を呼んで4人ぐらいになりましたかね。で、その中の警官が私に免許証を出せって言うわけです。あんたたち37年間私がここでやっていて、誰がここで何やってるか知らないで今まで放置したのか、それに私は何度も何度もあんたみたいな時の警官が来て自分のことは説明している、高尾警察の中の引き継ぎはないのか、で、そもそもあんたら警官の格好してるけど警察官なのか、警察手帳見せろと言った後の対応が面白かった。見せたがらないんだよね。ほんでどうやったかというと、警察手帳を出して私の顔の前2センチぐらいにつけつけて、ほら見せたと、その白髪の警官が言う。そしてそれを見ていた後から来た応援の警官で、これはもう40ぐらいかね、ヘルメットかぶった眼鏡の警察官が、今確かに警察官は警察手帳を見せました、そう言うんだよね。これ恥ずかしいだろうと普通思うよね。で、結局この警察官さらに応援が増えて、いろいろやり取りがあって、その対応を見ていてですよ、結局何のためにそもそも最初に警察官が来たかとか言うと、私に対する嫌がらせ、威圧行為だよね。だってあそこで門の前でスピーカーで喋ってる人は一体誰で、何のためにやってるか知る必要があるから来たんだって言ってるけどですよ、37年間やっていて、それで一番最後に来た警官なんか、あんたあんまり見ない顔だねって言ったら、私はもう5年ここ来てますよ、でここ通ったことないの、いやパトカーで時々通りますよ、でなんでその時聞かねえんだと言ったら、担当がそれぞれあるんですよ、担当が違うから聞かなかったっつうんですよね。で今はまあ応援要請されたから来たっつってんでしょうけど、説明に辻褄が全然合わないわけです。結局は嫌がらせを
しに来た警官の応援を要請されて出かけてきて、んで田中に対して嫌がらせをする、そういうことをですよ、警察がやる。本当に犯罪を防止したり、国民の生命、身体、財産を守るために必要な行為ではない行為をやる。警察官職務執行法には警察官の職務の目的というのが書いてある。国民の生命、身体、財産を守るためにやるんです。そして犯罪を防止するためにやるんです。だからそれとは関係ないことを権力を使ってやっちゃいけないって書いてあるんです。警察官がピストルを持たされていざとなったらそれ撃っていいんですよ。とんでもない話ですけど、そういう権限は必要最小限度に抑えるべきであって、ピストルを撃つことに限らない。一般国民をとっ捕まえてですよ、いろいろ尋問してポケットの中調べるなんてこともですよ、そういう権限は場合によっては認められているけれども、その権限は常に最小限度に抑えられるべきであって、いやしくも乱用されることがあってはいけないと警察官職務執行法には書いてある。まあ、それは一般国民は知っといて、やりすぎには抗議しなきゃいけないです。しかしそういうことが現実にやられている。私のホームページの YouTube のウェブサイトにはその動画が載っています。まあ1週間、今日で8日ですか、もう4000回再生されてますよ。人気が出て、まあ面白いですけどね。しかし大抵が今私に対してグッドマークをつけてるのが何人か、7、8人いますか。バッドマークをつけてるのが40人だか50人だかいるんだよね。しかしこれが残念ながら今の日本の現実で、そういう違法警察官の方が自分の味方だと思ってる情けない人たちが国民の大半を占めている。まあ話を戻しますならばですよ、このように沖電機がやってる談合も取り締まらない、そして集団ストーカー行為という殺人未遂にも相当するような暴力行為、人権侵害も話を聞いても全く動こうとしない。一方では冤罪を起こす、証拠をでっち上げる、無実の人を死刑にしようと、証拠の捏造、隠蔽を繰り返す、そして退職後は企業に天下りをして、おいしい汁を吸い続ける、株主総会の時にはビール券をもらうんだが接待を受けて、楽しい思いをする、そういう警察ですよ。企業によって私はこの警察官の姿勢というものは、正義感が欠落しているんだというふうに思います。大事なことは日本国民がですよ、こういう警察の実情をちゃんと知ること。警察に駆け込んでも助けてもらえなかった経験のある国民はいっぱいいますよ。倒れている人間を放置したようなとんでもないやつもいる。そういう警察の現実を知って、正義の味方になんなさいという働きかけをしなきゃいけない。一人一人がそういう目で警察を見て断るごとに言う。そしてさらに政治家が今まで何も言ってないよね。野党と言われる政治家がこの警察の理不尽、違法な姿勢、そのことを取り上げて、警察がこういうことをやったのことに関して誰が責任を取るんだ、また同じことが起きないために誰がどういう対策を取るんだと言ってることを聞いたことがない。まあ今の政治が悪いのはですよ、与党がけしからん安倍総理大臣を代表とする嘘を国民の前で平気でつくような人間たちも悪いが、それをちゃんと咎められない警察の不祥事さえ何も考えないでぼーっと生きているような、そういう野党の政治家たちの責任も非常に大きいと私は思います。ひいてはつまるところは一般国民がどれだけ意識を持っているか、ぼーっと生きている人たちばかりがいて、警察が多少あるかろうが自分には関係ない、そういう思ってる人はいざ自分が警官にとっ捕まってポケットの中のものを全部見せろ、やってもいない犯罪を押し付けられて冤罪だと言っても誰も守ってくれないという話です。忘れてはいないか
忘れてはいないか、来ることと寝ることの暮らしに追われて、ふるさとを立つとき、世のために生きると誓ったあの日を忘れてはいないか、忘れてはいないか、忘れてはいないか、会社のためだと友さえも見捨てた、出向に出されて戻れぬと嘆いても、自分のせいだと忘れてはいないか、忘れてはいないか、忘れてはいないか、みんなは働く仲間だと誓った、一人の首切りを許さないと叫んだ、主婦で引っ込むを忘れてはいないか、忘れてはいないか、忘れてはいないか、職場の戦いに孤立し疲れても、人々の心を信じつつ伝えずく、わがまま生きることを忘れてはいないか。ということで今日はこれくらいしておきます。もう5年ぐらいになるかな。前もっと青かった。